じゃこんにちは。さあ今年ももうね10月に、ドラフト会議が無事に終わって、ドラフトまた育成で行った選手も多いと思うんですけれども、そんな中で阪神の元岡田監督が育成ドラフトに関してちょっと苦言というか物申すという感じでコメントを出されました。育成で行く選手がまあ多くなってしまうと、もちろんそのアマチュア野球、社会人であったりとか独立リーグなんかのその底上げができなくなってくるんじゃないかというのと、やっぱりその育成で取った選手がじゃあ一体何名そのプロの一軍で活躍できるのか、さらにその育成でもう1年2年ではい戦力外ですよってなった場合、その選手たちというのは例えば高校生だったらその先の人生どうするんだろうとか。でももうその覚悟で入ってるよね。もちろんもちろんもちろん、まあ、行くのは本人なんですけれども、だそういったことを考えると、うちは阪神は岡田監督はその以前ですけれども、その育成でそんなにたくさんは取らないと、それはドラフトの方もおっしゃってたんですけれども、それに関してまああのね、うん、俺まあ一つ育成に関して言うけども、はい、育成選手もいい選手多いぞ。まあそうですいや、まあ、本当に、ね、確かに。いやだからドラフトとかそんなんじゃなくて、うん、育成の方が魅力感じる時はあるよ。ただその今育成で入って2年目ぐらいで、いやだからとかそうやな、うん、親だったとしたら、はい、ね、俺の子供がドラフトかかりました、はい、育成だったと、うん、ではい、大学行きなさいって言うよ、うん、あ高校生だったらそれはもう言います、絶対言う。これなぜかというと、うん、大学4年間で培われる、うん、やっぱり人間形成とか、うん、人脈とか、はい、プロの育成にもドラフトされるぐらいの選手だったら、はい、まあ、ある程度の大学はこう行けるよ。そうですよね。そしたら全日本とか入ると、うん、本当に人脈って広がるから、はい、でリーグがまあ6大学東都とか、うん、関西6大学とか、うん、いろんなところ今ちょっと、ね、名門と言われるようなところに行けば、はい、本当に人脈っていうのができるから、うん、そっちの方が大切になってくるかもだから、ただ夢でやってるでしょ。だからプロのユニフォーム着たい、はい、でもねこういう親がたくさんいるのは、うん、やっぱりユニフォーム着せてやりたいとか、うん、ね、でもねそこがゴールになったとしたら、はい、ダメなんだよやっぱり、うん、やっぱ一軍でどれだけ活躍できるっていう素材じゃないと、はい、ね、やっぱり危険だよ、人生狂わす。そうですよね。そうそう、だから俺が親だったら高校の育成でドラフトされても、はい、いや育成だったら行かないと、うん、もうとにかく大学やらすと、はい、いうようなことをするけどね。うん、あとはその、まあ、例えばソフトバンクであったり巨人というのは、うん、非常に育成の中でもその2軍3軍とか4軍とか、うん、その育成の、まあ、システムがかなりこう構築されているところもありますけれども、まあ そうだね、それ以外の球団でなるとどのくらいその育成のシステムがきちっとなされているのかとか、うん、まあ、やるからにはきちっとはしていると思うけどもね、うん、ただやっぱこう選手を抱えるっていうんで、はい、やっぱ資金がいるよね、はい、だから資金が回るところだったらいいけど、うん、まあ、回らないところはだから育成もあんまり取ってないよね。あとは育成って普段どういうふうなことを、いや一緒だよ、うん、もうドラフト生と一緒だよ、はい、寮に入って、うん、ね、まあ、若ければね生活は共にして、うん、だから背番号が2桁か3桁かっていうのに変わるだけで、うん、扱いは一緒だよ。で例えばあのその2軍の試合とかでも3軍でもすぐに出られる、いや、まあ、出られるって2軍だったら5名ぐらいまでかな。うーん、あ、そっか、決まってますよね、確か育成だとね。うん、だから、まあ、使えるメンバーは決まってるんだけども、うん、まあ、それでもやっぱり育成からボンボン出てきてるからね今はね。うん、だからまあ悲観することはない。うん、ただやっぱこう若くしていろんな経験ができるのに、うん、そこ行っちゃってその後の人生どうするんだろうって、まあ、人生考えないけどね、もう無責任に取るだけ取っちゃえみたいな、うん、まあ、感じになっちゃうけどさ、ね、まあ、だけどそれもまあ一つの選択肢はあるわけだからな、入る入らないって、うん、辞める時ももう辞める辞めないっていう判断だけは自分でやってもいいしね、うん、あとは例えば高校生で育成でどっかのチームに入るのと育成で大学それこそその強豪校に入るのと実践を積んでいく、そこで例えば東都なのか六大学なのかで実践積んでいくのと、そのこの成長の具合っていうのはどういうふうになっていくんですか。それも個人差あるな。
うん、やっぱプロに入ったがためにダメになるやつはいるし、はい、でも大学行ったためにグーンと、うん、伸びる、全然違うじゃんみたいな選手になる時もある、うん、ありますよね。だから高校の時走りにも棒にもかからなかった選手が、はい、大学行ってドラフト候補生になるっていう、ありますよね。そういうのあるよ。だからそれは分からないけどもね、うん、ただそのアマチュアのレベルが落ちてる落ちてないっていうのがやっぱあるけども、うん、まあ、少子化になって野球人口も減って、はい、やっぱりねレベルが落ちてるとは思わないんだけど、はい、絶対数が減ってるっていうことは感じるよ、うん、確かにそうです、ね、レベルが落ちてるっていうことは俺はないと思う。ないです、うん、やっぱこう科学的にね、はい、練習方法だってあるし、うん、バッティングもあるし、うん、ね、速い球投げる方法とか、うん、まあ、そういうスキルみたいなのが、うん、もうどんどん YouTube とか、うん、教えられなくても見れば分かるみたいな、はい、まあ、それを追っていけば球速くなったとか、うん、まあ、そういう人もたくさんいるし、うん、だからレベルが落ちてるっていうことはないけども、うん、絶対数が減ってる分、うん、レベルが落ちてるようには見えるかもわからないけども、はい、一人一人のレベルっていうのは俺は落ちてないと思う。あとはじゃあ球団がその高校生で育成で取って育てるのと、この子は育成で取りたいけどちょっとこの子は大学行ってからもう一回見たいなっていう球団があったとして、この子が大学に行きました、その間大学で4年間みっちりやりました、育成で4年間やりました、同じ選手だとレベルって変わってきますか？まあ、その性格だ な、その選手の。そっか、球団としてはだとしたら4年間、うん、だからやっぱりさ合う合わないってあるじゃない。うん、もちろん相性というかありますよね。まあ、アナウンサーだとバラエティ向きなのか報道向きなのかってあるでしょ、うん、ありますあります。やっぱりプロ派なのかアマチュア派なのかって、うん、まだね若い時は、うん、っていうのに分かれるよねやっぱりね。分かれるか。球団はじゃあその4年間育成から育てる労力と、だったら大学で4年間みっちりやってもらって大学4年でじゃあ次ドラフトで取りますよっていうのと、その取れる保証がないからな。まあまあそうですね、どっちに行くか。そしたらやっぱ取れる時に取っとけみたいな感じになる。いやそれはやっぱ取るには、うん、やっぱ大学の4年生ぐらいになったらこのぐらいの選手にはなってるだろうなっていう予想を立てながら取ってるからね。うん、でもそれは誰にも分からないよ。まあそうですよね、怪我するかもしれないし、はい、機械に入れて、うん、清原ぐらいになるよみたいな、うん、よし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 となるけど、そうですよ、そうは分からないでしょ、誰にも分かんないですもんね、うん、だからそれはもう目利きしかないけどもさ、うん、あとは自分だな、うんうん、いろんなところにアンテナ張った方がいいし、はい、人生長いから焦らない方がいいよ、うんうんうん、と思うよ。なるほど。いやだから俺は大学行ってものすごく良かったと思ってるから、はい、プロからも来たよ、うん、で行くって言ったら下位だったけども、はい、指名してくれるっていう球団もあったけど、まあ、だけどいや俺は大学行ってすごく視野が広くなったというか、はい、世間が広くなったし、やっぱ人脈もそうだし、うん、いやだから良かったと思うよ、すごく良かったと思う、うんうん、まあ、そうですよね、うん、私もちろんその大学に行って野球の道に進むのかそれとも違う道に進むのかっていうのやっぱ大学行ってる行ってないっていうのはやっぱりどうしても関係してきてくるっていうのもありますよね、まあまあ日本の社会はね。そうなんですよね、まあ、だけどまあそういうこともなくなりつつあるけどもね、うん、やっぱり何ができるかによって全然変わってくるけども、うん、選択肢は、うん、まあ、だけどそのやっぱ人脈がこう変わってくるという、うん、人とのっていう、まあ、仮に東大に入れますと、はい、ね、野球やりながら東大入れますと、うん、東大行くよね、はい、多分なんでかというとさ、うん、やっぱりね社長連中が多いそうですね、いや多いって、まあ、そうですね、東大官僚とか、そうでしょ社長とか、いや慶応早稲田行けますと、うん、行くよ、うんうん、そりゃね社長連中が多い政治家も多いし、まあそうですね、やっぱね人脈が違ってくるって、それ将来的なことも踏まえて、そうですね、人脈っていうのは大事ですよね。野球やりながらね、うん、例えば、うん、三流の大学だとするじゃない、ね、プロに入ります、はい、ね、食事に行こうみたいな、うん、ね、どっかの焼肉屋さん、うん、連れてってくれたみたいな、うんうん、でも一流の大学出てたら、うん、食事行きましょうみたいな、なんかこうえジャケットいるの焼肉かと、焼肉じゃないからここが鉄板、高級鉄板なのだ、高級鉄板料理、はいはいはい、ワインは何年の何をしますかみたいな、ね、シャトーブリアン、シャトーブリアン焼いてください、焼いてください、シャトー、そうですね、乾杯みたいな、うん、あうまいのみたいな、うん、やっぱね違うって、そうですね、違うから
そうですね。そうそうそう。確かにね。うん、いやだからまあできればいい大学にね、うん、行ってもらいたいと思う親心として。親心っていうのはそうです。うん、でそれで優秀だったら大学行ったって、うん、プロにドラフトされるってそうだったら、うん。はい。そしたら育成で取ってくれる。育成で契約金とかあんのかどうか分かんないけど、はい、だけどドラフトで大学で、うん、それも一流の大学行って、はい、出ましたと、うん、押したら桁が違ってくるから、まあ、でそうですね出だしの4年間で桁が違うんだよ。そうですよね。こんな株価の上がり方ってないだろう4年間のね。もう羨ましいよな、うん、買っときたいぐらいだよな。株をやってるものとしてはそうですね。買っときたいぐらいだよな。そうです。そうだよな。はい、いやだからそれだけ違うから価値が、うん、ね、ブランドを自分につけるということと高校生の育成ドラフトに関してはっていうことですよ ね、 うね、うん、そうかそうか。もちろん、ね、育成から今プロでもちろんメジャーに行ってる選手投手もいますけれども、どのぐらいの率なんですかね、一軍でそのすごいバリバリ活躍できるっていうのはドラフトからと育成からとっていうと率としてはどうなんですか、ね。まあ、それはやっぱりドラフトの方が率は高いと思うよね、うんうん、あそれとやっぱりドラフト1位とか2位とか、うん、なんとか育てようとしてくれるし、チャンスも多く与えてくれるよね。球団そうですよね、だからまあそれは違うと思うよ。だって契約金払ってるから。そうですね。球団はね責任問題なのから。確かに育ってくれないとっていうのは、うん、だけどまあそれぞれの人生考え方だからね、うんうん、だからそれはなかなかこう言ったとしてもしょうがないけども、うん、まあ、人の人生だから、はい、でも俺が親だったらそうするということで、うん、あとは今そのドラフトでも社会人とか独立リーグからやっぱりドラフト、うんにかかる選手たちってすごい増えているんですよね。まあそりゃそうだな。でもね、小さい時からユニフォーム着て、はい、うん、ね、カバンが背中より大きいかみたいな、こうやってよちよち歩いていって、うん、一生懸命やってる姿を見る、うん、夢は何だって言ったらプロ野球の選手になることだって、うん、その夢を変えられるんだったらやっぱりユニフォームは着せてあげたいけどな。そうですね、うん、夢は叶えてあげたいっていうのは。そうだね、うん、ただやっぱけじめとして、うん、ダメだったら何年で、ね、方向転換するっていうのを、うん、しっかり目標を決めた方がいいよね、うん、だら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 ねやる人がいる、うん、これはねやっぱもう人生の時間の無駄になるから、うんうん、いやそしたらもうスパッと行った方がいいって、うん、もうやめる、やめるんだったらやめるで、じゃあ次の人生を考えた方がいい、うんうん、ね。でね、野球しかやってこない人って野球を離れるのが怖くてしょうがないんだよ。そうですね、夢がそこですもんね、うん、だからそういう人って多分勉強してないんだよ、うん、ああそうかそうか、野球が主で、はい、ね、でもね視野広げてもっと楽しいこともたくさんあるから。そうですよね、うん、だからそういう教育をしてほしいな、うん、それはそうですね。そのちっちゃい時というか小学校ぐらいの時、アメリカってさ、良、うん、くも悪くもいろんなスポーツやらすじゃない。そうなんですよ、まあ、例えばバスケットやったりアメリカンフットボールやったり、はい、野球とゴルフやったりとか、うん、いろんな違う世界を見てるから、うん、やっぱ社会でもそういう世界があるっていうような見方ができると思うんだけど、うん、日本っていうのは野球だったら野球、サッカーだったらサッカーみたいな、うん、まあ、そういう偏りが出てくるから、はい、固定観念が強くなるあるんだよね、うん、まあ、そうなるとやっぱ柔軟性が生まれてこないから、うん、お菓子は方向に行くという、うんうんね、だからもう少し柔軟にね、いろんな世界を見とくといいよね。そうですよね。あともう一つ、そのここ何年間でその社会人野球独立リーグからすごいスカウトされる選手が増えてきて、そこのレベルがすごい上がってきたっていうのは、これは何か理由というか何かがあるんですか。例えばすごくその特にあの徳島のインディゴとかからはかなりいい選手が、やっぱりさ育てるノウハウみたいなものがやっぱ確立されてんじゃないの、昔よりも、昔よりも、うん、でこうやって素質のある人がハマっていくと、はい、プロにより近くなるとかさ。そうですね、プロに行くためのっていう集団ですもんね。だから富士大がそうじゃない。ドラフト7人衆って6人までかかったけどさ、そうですよね、1人どこ行ったのかな、かわいそうにな。ね、そうですよね、7人衆って言われてたから、まあ、まあそうそう、うん、いやまあそれでもね諦めることない。社会人行ったりとか、そうです、ね、独立行って1年で、うん、チャンスを伺えばいい、はい、ね、うん、いやだからなんていうの、自分の目標最終的にはどこに置くのかっていうことで大学とかも決めてもいいし、うん、そうですよね、うん、あと清原さん
の息子さんの清原選手が今回ドラフトでも育成でも声かからなかったんですけれども、その代わり独立リーグとか複数球団は来てほしいっていうオファーが来ている、うん、これはそういうその独立とかに行ってプロに行くっていうのと、じゃあ育成でもし声かかってて育成からこう一軍まで這い上がっていくっていうのを考えると、もしかすると独立このまま行っての方が近道っていう可能性もあるんですか？あると思う。あ、十分あると思う、うんうんうん、いやだから何を選択してどこを見るかだよな、うん、そうですよね、うん、で自分の性格もあるし、うん、で性格が合わないところに行ったってしょうがないし、うん、指導者と合う合わないもあるしね。それありますね。だからまあそういうことをよく調べてやるといいよね、うんうん、あとはこのドラフトの空洞化の岡田監督のコメントに対して賛否両論あって、ピの方の方でいやいやそれはもう高校生で育成かかったんだったらコーチやいろんな人からウェイトだったり体幹だったりバッティング投球フォームもいろんなことを教えてくれるからすぐプロ行った方がいいんだよっていうそのファンの方がいらっしゃったんですけど、ね、それは教えてくれないから、ね、そうなんですよね。今ね、今教えちゃいけないくなってるんだ。そうですよね、うん、ただ聞きに行ったら教えてくれるけど、うん、でもそういう人たちも聞いてるから、うん、コーチも、うん、ウエイトのやり方とか専門家に、うん、でしょ、はい、いやそしたら外の世界で十分体も作れるし、うん、バッティングもできるし、はい、守備もできる。そう、逆にプロ行かない方がね、なんかいろいろ自分、うん、ただプロに行った方が故障は少なくなるかもな。あ、そうなんですね、うん、それやっぱちゃんと体のケアをしてくれるから。だからアマチュアっていうのはそこまで そのケアの仕方っていうのはやっぱプロはお金はあるけど、うん、アマチュアの場合っていうのはそこまで持ってないから、うん、もう体が資本だからプロって、うん、だからそこにはお金かけるけど、うん、アマチュアの場合っていうのはそこまではプロまではかけないよね。かけてるけどねみんなね、うん、まあ個人的にもかけてる人いるし、はい、ただそのバッティング投球フォームを教えてくれるからとかタロの体感を教えてくれるからとかそこはもう今はもう関係ないっていうことなんですかね。まあそうだね、うん、まあ、だから何を選ぶかって、まあ、選択肢が多くなってるからな今はな。そうですね。だからそこの選択を間違えないようにしないとおかしくなるということ。そうですね、うん、自分の人生なので長い目で自分で決定をするということだよね、うん、人に背中を押されて決定するんじゃなくて、うん、自分の心をちゃんと自分の目を信じて決定しとくということ、うん、まあ、それが一番大事かなと思うけど。そうですよね、どこ行ったとしてもね。そうですね、だからあとは目先だけじゃなくて自分の長い人生っていう人生設計で見たときにどの選択が一番いいのかなっていうことも、まあ、そうだな。だから大谷選手が人生設計をずっとね、うん、はい、還暦ぐらい、還暦過ぎてもやってるように人生設計をね、はい、一度書いてみるといいよね、みんな。そうですね、うん、俺はもう還暦過ぎてるから書かないけどね。もういやだけど若い人はやっぱちょっとなんか足元見ながらね、うんうん、書いてみるといいよ。そうですね、うん、書くことで分かってくることもあると思うので、それと目標になることな。そうですね、しっかり書いてね、うん、まあ、やるといいかな。はい、はい。